スノーマンラウール、俺は大輔になる、幼少期の夢にメンバー驚き。モデルプレス、2023年5月6日。スノーマンが、6日放送の TBSK 情報バラエティ番組、王様のブランチ、毎週土曜朝9時30分、2VTR 出演、スノーマンでなかったらやってみたい職業、を明かした。ラウール、幼少期の夢明かすラウールは、小さい頃の卒園式の映像が残ってて、そこで将来の夢を語る時間があった、と言い、そこでお笑い芸人になりたい、と話していたことを告白。メンバーから、マジ、と驚きの声が上がる中、ラウールは、バラエティが小さい頃から大好きで宮川大輔さんとかに憧れていて、お母さんとかに、俺は大輔になる。って言ってました、と幼少期の可愛らしい発言を振り返り、メンバーの笑いを誘った。